皆さんこんにちは。女優タレントでおなじみの藤田のり子さん、藤田のり子の親事情、息子貴乃花の隠された本当の父親の正体について紹介します。まずは藤田のり子さんの経歴とプロフィールから紹介します。藤田のり子は大分県大分市出身の女優タレント。本名旧芸名藤田のり子、大分県大分市出身。小築時代は映画やドラマでもどこに出ているか確認するのが困難なほどの端役専門の女優であったが、1967年にメスがオスを食い殺す3匹のカマキリに出演してからは一部で注目され、短いセリフのある端役を演じるようになった。1970年10月、当時屈指の人気幕内力士だった貴乃花と結婚し芸能界を引退した。二児を設けたが、2001年不倫疑惑が報道される中で別居、後に離婚、芸能界に復帰した。2008年12月27日芸名を本名の藤田のり子から藤田のり子に改名したことを公式ブログにて発表した。現在は女優、タレント、コメンテーターとしてメディア出演するほか、子育て、ライフスタイルをテーマに講演活動を行うなど活動の場を広げている。相撲部屋の元おかみにして横綱の母親という経歴から、ワイドショーにおいて大相撲に関するコメントを求められることも多い。10代に始めたクラシックバレエのレッスンを近年再開。その他ヨガやバランスボールなどで汗を流し、常にアンチエイジングと身体のメンテナンスに余念がない。孫は花田優一と白川れいのほか、次男の長女と長男の一男五女と合計9人いる。貴乃花との出会いは自身が21歳、貴乃花が19歳の時であった。最初は藤田曰く、達筆で素敵な文章の手紙が速達で届き、藤田は心を動かされて貴乃花に惚れた。ところがある日、すごく汚い字で書かれたひどい文章で藤田のもとへ手紙が来たという。どうしたのと藤田が貴乃花に聞くと、貴乃花は代筆していた付き人が廃業したと悪びれずに明かしたという。藤田は、詐欺ですよ、最初からひどい字でひどい文章ならもしかしたら好きにならなかったかもしれないと後に話している。同郷の錦野明が自分の初恋の人と藤田のことをテレビ番組で語ったことがあった。1997年週刊朝日芸能7月24日号で若乃花の引退報道が出ましたが、あの人が流したデマだと思う。あの人花田勝次さんですよ。あの人は未だに自分に力があるんだということを誇示したくて、こんな話を記者の方にリークしたんじゃないでしょうか。それにあの人とはほとんど付き合いがないんですよ。もともと部屋の合併には私は反対でしたと話している。1995年2月に佐々木真也が公演で花田勝、貴乃花兄弟について、二人は異父兄弟であり、それぞれの父親は初代若乃花と輪島であるとする風説を流した。このことが朝日芸能の記事となり、佐々木は父親の11代双子山と講演会の聴衆に謝罪している。2014年1月17日放送のノンストップで、藤田は佐々木真也が公演で流した風説についての詳細を語り、貴乃花が未だに風説を真に受けていることも明かした。当時大沢みきおと北島舞の間に生まれた長男が大沢の実子ではないと報じられていたことから、藤田は DNA 鑑定を行う構えも見せ、日刊スポーツの取材にも疎遠になっている弟が望めばすぐにでもと話した。一方で疑惑に対する立場としては、我が家のデマはいつまでたっても消えない、私の子だし父親は同じ 100% 以上の自信があると答えている。また元が亡くなる前に長男に親方の髪の毛と爪を残しておいてと頼んだと発言した。2021年1月所属している生島企画室の YouTube チャンネルに出演して近況を語った折も、元が亡くなった時に花田勝、貴乃花兄弟間で揉め事があったこと、また2年ほど前に生前に元が貴乃花に話したこと、兄弟の父親が別であるという風説を真に受けていることが耳に入ったと話している。熟女好き芸人ピースの綾部祐二と元横綱若乃花、貴乃花の母で美熟女タレント
藤田紀子の30歳差熱愛疑惑騒動に波紋が広がっている。双方とも熱愛を否定しているものの、いずれも嬉しそうに取材対応しており、何もないとは思えない雰囲気。実は2人の関係の背景には報じられていない秘密があるのだ。綾部に近い関係者が耳打ちする。綾部は夏に入って都内高級住宅地にある藤田宅マンションを頻繁に訪れている。双方の友人らが複数集まり、藤田の手料理を食べるなどして過ごすようですが、綾部が単独で藤田宅に行ったこともある。綾部は後輩芸人らに、藤田さんと一夜を共にしたらもう他の女とはエッチできない、最高の女だよと話しています。綾部は熟女好き。藤田もかつて18歳年下の医師との不倫騒動を起こしたことがあるならば、このまま30歳差熱愛といくのが自然だが、なぜかすんなり恋人関係になれない事情があるという。2人の知人の多くは、恋人関係に踏み切れないのは綾部のスカトロ趣味に違いないとささやき合っている。綾部がスカトロ、つまり女性の大便好きなのは有名な話。関係を持った女性にそれを要求するのは、綾部とエッチした女性の何人もが証言している。今回も綾部は目の前でうんこをするよう藤田に頼み、さらにはうんこを食べさせてくださいと頼んだと考えてほぼ間違いないでしょう。清潔好きでプライドの高い藤田が男の前で脱糞することは考えられない。藤田は恋愛感情と綾部の異常性中黒の間で悩み、ついていけないと困惑しているようです。綾部のスカトロ好き疑惑はこれまで親しい芸人仲間が深夜番組やイベントなどで何度もペン暴露している。芸人仲間の間では綾部は本物の変態という見解で一致している。しばしば都内のマニア系 SM クラブに通い、熟女女王様とのスカトロプレイを楽しんでいる。よく、あ、さつき緑のうんこ食いてと独り言を言っています。反面、今回の熱愛騒動はガチッと見る向きも多い。藤田は好きな男性だけを家に招き入れ、かつて料理を振る舞う特徴がある。綾部はまさにそのパターン。相方はまたよしではなかった。長きにわたって双子山部屋のおかみさんとして部屋を守ってきた藤田紀子さんですが、2001年に浮気疑惑が巻き起こる。巡業棟で部屋を留守にしている間、巡業先から定期的かつ頻繁に電話連絡をしてくる。双子山親方さんに嫌気がさして浮気に走ったと言われている。浮気相手とされているのが藤田紀子さんよりも年齢が18歳年下の医師 M さんだ。 M さんとの馴れ初めは入院先の自衛隊病院で藤田紀子さんの担当医となったことだと言われている。 M さんは一般人であるため画像はなかった。双子山親方、鷹の花俊明さんと輪島さんは同じ相撲界ではライバルとして張り合っていましたが、プライベートではとても仲の良い親友だった。藤田紀子さんと双子山親方と輪島さんの3人は周囲も認めるほど仲良しで、頻繁に交流があったそうだ。よくある普通の関係と言ってしまえばそうなのですが、輪島ひろしさんは双子山部屋にもしょっちゅう遊びに来ていて、時には宿泊することもあったようですので、藤田紀子さんとの間に何もなかったとは言い切れない。そしていつしかこの家族ぐるみの関係を深読みした人たちからこんな噂が立つようになった。この件に関して当の藤田紀子さんは、 DNA 鑑定してこの噂が完全なデマであることを証明したいと言っていた。ところがある日を境に金庫の中に大切に保管されていたまげがなくなってしまったということである。そしてそのある日というのが、藤田紀子さんと輪島ひろしさんが不倫関係にあったのではないかという報道が出始めた日なのだ。もうこの段階で完全にしろとは言い切れませんが、まげがなくなってしまった以上、輪島ひろしさんと鷹の花浩二さんの親子関係を DNA 鑑定することはが難しい状態だ。鷹の花浩二さんと花田勝さんが異父兄弟だとの情報の出どこは、元プロ野球解説者の佐々木真也さんの講演会での発言だ。この根拠のない不用意な発言により噂が大きくなってしまい、最終的には佐々木真也さんが双子山親方などに謝罪をすることで事態が収束した。いくら世間の注目を浴びようとしたためとはいえ、あまりにもデリカシーのない無責任な言動ですし、
当の双子山親方と藤田紀子さんにとっては甚だ迷惑な話だ。この佐々木真也さんの発言に端を発して、藤田紀子さんの浮気相手と離婚理由が和島さんだというふうに言われるようになった双子山親方、和島さんのお二人が亡くなった今となっては当時の真相を突き止める術がありませんが、また何か新しい情報がありましたらこちらに追記していきたいと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。